こんばんは。ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。今回はキャナルシティ博多6階ラーメンスタジアムで11月21日から12月20日まで開催中の、えー、ラーメンスタジアム19周年祭の特集第2弾といたしまして、前回の新福祭館ラースタ店に引き続き札幌みそのさんに伺ってきました。 札幌味噌のさんは、武田圭介さんの、やってらっしゃる、いわゆる圭介ブランドの一つで、札幌市手稲区に本店がある味噌ラーメン専門店になります。こちらのラースタ店と、あとはあの手稲区の本店を含めて、全国各地の商業施設に、えっと、札幌味噌のさん展開されてらっしゃいまして、確か全部で8店舗だったですかね。えーで 極寒仕込みの創業120年の最北端味噌というのを使用した甘みとコクのあるスープと、あとあの北海道の有名なあの金人食品さんという製麺所さんがあるんですけれども、えっとこちらの縮れ中太麺を使用されていて、えー、炙り豚盛りラーメンというこうすごいこう炙った豚がたくさん乗ってる、え豪快な味噌、ラーメンがあるんですけど、こちらが人気ですね。 さらに、あの、北海道らしい、あの、毛ガニ味噌ラーメンとか、あと、酒いくら丼、えー、カニいくら丼で、北海道名物の唐揚げザンギなんかも販売されていまして、ラーメンスタジアムでも人気のあるお店なんですよね。入り口ちょうどい札幌ラーメン味噌のさあ、札幌味噌のさんの入り口左側にはですね、あの、立ち上がった熊の白製、 本物かどうかわかんないですけど、あの、とにかく熊が置いてあってですね。あの、よく観光客の方とかは、そちらの前で写真撮ってらっしゃったりして、まあ、あの、そういう意味でも、あの、目を引くお店です。やっぱり、あの、博多にある中で、あの、札幌っていうのは、どうしても憧れがありますよね。あの、デパートなんかでも、あの、北海道店大人気ですし、やっぱ九州だけあって、あの、北海道のものは何でも、 美味しそうに聞こえるのも確かですし。まあ、そんな中であの、な、とても人気のある、ラ、えー、ラストの中でも人気のある札幌味噌のさんに今回伺いまして、えー、19周年祭のスペシャルラーメンはあの、味噌汁という、あの、いわゆる GK のですね、あの味噌ラーメンだったんですけれども、こちらをあの、食べている様子を、あの、また動画と、えー、の方で解説していきますので、えー、こちらの方ぜひご視聴ください。 というわけで今回もあのラーメンスタジアム19周年祭の特集ということで伺ってまいりました8店舗え全国各地のえお店が入ってらっしゃってそれぞれがスペシャルラーメンを提供してらっしゃいますえこれすいません前回と同じ動画で申し訳ないんですけれどもラーメンスタジアムの中の様子ですね あのちょうど左手側に見えてたのが札幌ラーメン、えー、札幌味噌のさんになりますはいこちらが札幌味噌のさんになりますあの結構メニューが豊富なのがまたいいんですよねで今回の19周年祭あのそれぞれのラーメンがそれぞれにあの非常にお得にできてらっしゃいまして 1,000円という値段一律の中であのえこんなにあのいっぱいいろいろ乗ってていいんだとかこういう工夫があるんだとかいうのが、まあ、楽しいです札幌味噌のさんのスペシャルラーメンは味噌二郎いわゆる GK ラーメンになります GK ってあの要は二郎系ってことですねそれの味噌バージョンっていうことになりますで今回もあのチラシの方ですね あの前回はちょっと残念ながらこれを知らなかったんですけどしっかりチラシの方をゲットして15時以降ということであの200円オフこれ普通に券売機で買ってこれを出すと200円現金バックをもらえますこのカニイクラ丼がですねめっちゃいいなぁと食べたいと思ったんですけど残念ながらその胃の容量的に今回は食べることができませんでした あと、あの、こちらですね、あの、卓上にもやしナムルが置いてありまして、こちらも食べ放題なんですよ。あの、すごくいいお店だなぁと、こういうのがあると思いますよね。卓上には、あの、胡椒2種類とか、えー、置いてありまして、で、いよいよ、味噌汁。このたっぷりのもやしの上に甘めの味噌だれがドンとかかっていて、 そして手前にあの、ものすごくでかい一本チャーシューがドーンと入ってるんですよね。で、この甘めの白味噌チックなスープ。ちょっと甘くて美味しいんですね。でも、見えにくいですけど、この赤いやつ。この辛み、唐辛子だれがものすごい辛いんですよ。あの、なので、あの、苦手な方は、ちょっとあの、外すか、途中、ちょっと出すかした方がいいと思います。スープーあの、コクがある味噌。 スープであのすすすごい甘みがあるんででけど美味しかったですあのラーメンの麺は中太ちじれ金ン食品さんの中太ちじれ麺ですね、はい、見てくださいこの一本チャーシューめちゃくちゃ迫力ありますあの持ち上げるのも大変だなっていうぐらいのサイズになりますこれが柔らかく煮られてとても美味しかったですね で、あの、前回の動画でも言いましたけれども、SNS 投稿キャンペーン各店やってらっしゃいまして、こちらではウーロン茶の方をいただくことができました。こういうサービスってやっぱり嬉しいですよね。はい。というわけで、札幌味噌のえ味噌汁、いかがだったでしょうか。え、ちょっと甘めの味噌なんですけど、あの、この、<laughs> あの、動画でも言ってますけど、あの、本当にあの、ちょっと入ってるかと思いきやの、その、 唐辛子味噌がですね、もうすぐ効いてて、あの、途中でちょっと小皿があるんでですね、あの、も,もやし、無料のもやしナムルがあって、えー、それを取るための小皿があるんで、あの、そちらの方に慌てて、あの、それを移して、あの、なんとか食べたんですけど、あの、辛いのが苦手な方は、最初からそれを外すか、あの、あるいはあの、 最初、その、これぐらいならいいかなっていう量をちゃんと見極めてですね、あの、小皿に移された方がいいと思います。あの全部溶かしたらものすごい激辛な味噌ラーメンになったと思います。あの、それはそれで甘い味噌ラーメンが後半激辛になるっていう楽しみ方ができて、あの、激辛が好きな方は、お好きな方はとてもいいと思うんですけど、あの、私ちょっと苦手なもんでして、あの、まあ、そこはちょっと皆さんお気をつけになってください。でも、あの、それを、 それをまあ、それを踏まえても、あの、こう、一本でかいチャーシューがドーンと入ってたりして、あの、で、山盛りのこのもやしに甘めの味噌の誰がかかっててですね、あの、これはこれであの、食べ応えもあり、あの、とても美味しくいただくことができました。まあ、ただあの、ちょっとやっぱ無念、残念、自分の胃袋に対して残念だなっていうのが、その容量的にですね、あの、 これ、新福祭館さんの後に、あの、味噌ラーメンを食べようということで、味噌野さんに行っての2軒目なんですよ。で、えー、やっぱり、お、いまいち胃の容量的に、これでもう、打ち止めになっちゃいまして、本当は、あの、味噌野さんだったら、あの、カニイクラ丼とかが、やっぱ、どうしても本当は食べたかったんですけど、あと、残疑だって食べたかったんですけど、まあ、残念ながらあの、ちょっと胃の容量的にそこに挑むことはできませんでした。 まあ、あの、でもですね、あの、みそのさんに関して言うと、あの、そういった、その北海道ならではの、その、サイドメニューがあるっていうのもそうですし、あと、あの、今回のその、本当に19周年祭、あの、前回の動画でも言いましたけど、かなりお得なんですよね。あの、動画の最後でも言ってた、あの、SNS 投稿キャンペーンに、 の方で、あの、例えばウーロン茶もいっぱい無料でいただけますしあ、投稿すればですね。で、あの、チラシの方も持っていけば、15時以降だったら200円現金バック買ったり、あの、そういう意味でも、あの、かなりお得に楽しめるなぁと、改めて、あの、今回の19周年祭いいなぁと思いました。 みそのさんの方はやっぱり人気のお店ですので、あの、売り切れも早いかとは思いますが、あの、ぜひ、あの、行かれた方、あの、もし残ってたらぜひ挑戦してみてください。え、それでは今回の動画、えー、いいねと思ってくださった方は、あの、チャンネル登録および高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。